この試合は K1 ルール3分5ラウンドで争われますが、この2人の選手にとって5ラウンドという時間は必要ないでしょう。おそらく第1ラウンドからお互いに突進するはずです。リングの上から一瞬たりとも目を離さないでください。交代することを潔しとしない2人のファイターの戦いです。突進力、圧力、どちらが上回る。これはスリップです。どうだ。ブルーのトランクス、レッドグローブがアビリーです。さあ、ロンドンパンチが当たった。さあ、体勢を立ち直してアビリーが前に出ます。さあ、ロブは前に出ます。ワンツーからのロー、これがロブの持ち味。もう一回ローだ。すごい試合ですね。センターヒートアップしてますね。館長、この二人はとにかく前に行くこと、それが全てですからね。気強いですからね、お互い。マルセイユの悪道か、逆輸入ファイターノブ林か、着力魂か。さあ、ノブが前に出た。パンチが当たった。ちょっとバランスを崩しました、ノブ林。ノブのスリップです。ノブの額、そして胸のあたりが赤くなっています。左右のワンツーが当たった。シリル・アビディ。このアビディはフランスのシドニーオリンピックスーパーヘビー級のボクシングの代表候補選手なんです。今の現役のですね、はい、フランスのヘビー級のチャンピオンをですね、スパーリングでボコボコにして、はい、戦意喪失をね、刺したぐらいに、うん、パンチ力があるんですね。しかもアマチュアボクシングで全てノックアウト勝ちをしているそうですね。しかも来週の日曜日、そのオリンピック出場をかけたヨーロッパ大陸予選に出場すると言っています。さあ、ノブのミーのハイキック、最後のワンツー。このアビリーはパンチの方がとかく注目されがちですが、もともとはキックボクサーです。右のロー、さあ、ノブの顔面を捉えている。アビリーのパンチだ。さあ、アビリーは一遍リズムをつかまったどんどん前に出る。ノブも下がりません。さあ、膝だ。ノブが前に出た。右のパンチだ。すごい圧力ですね。さあ、またノブがとにかく前に出ます。ノブはワンツーだけではなくて時々ローキックを放ちますが、これがいいですよね。ローと膝のコンビネーションですね。あれが着陸スタイルというか、はい、とにかく前へ前へ出ていくというスタイルですね。さあ、また効いている。最後のワンツーが当たった。右のフック当たった。こいつからオーバーハンドスクだ。右のフック当たった。アビリーがフラフラだ。打ち合ってますよ。アビリーもタフです。アビリーも倒れません。さあ、ノブが前に出る。場内すごい拍手です。さあ、アビリーも下がりません。今度は下がりません。打ち返してきます。ここで第1ラウンド終了。場内も大きな拍手です。第1ラウンド早々からものすごい突進力です、ノブ林。関根さん、このファイトは噛み合ってますね。はい、すごいですね。もう改めてノブがもう世界的に通用するパンチの持ち主だというのは分かりましたね。少しアビディもタフでした。タフですね。さあ、第2ラウンドに入ります。ノブ林対シリル・アビディ。赤いトランクスが日本のノブ林。さあ、アビディの体力は回復したか。ノブが相手を睨んで、さあ、アビリーが攻めていきます。アビリーが攻めていきます。さあ、くぐって今度はノブだ。膝だ。さあ、アビリーがノーガードだ。ノブ林。さあ、ノブはどうだ。ノブはどうだ。負けるか。勝ちました。すごい試合ですね。アビリーのパンチ力を恐るべし。右のロー、左、左右。さあ、ノブは顔面にパンチをもらっても下がりません。アビディはパンチありますね。伸びてきますね、右ストレートがね。さあ、それを避けていかなければいけません。ノブ林。さあ、今度はノブが前に出るか。右のハイキック。スリップダウン、ちょっと顔をしかめたノブ林。最後のワンツーが当たった。ノブの顔面を捉えて左、左、右、アッパー。さあ、アビディはラッシュ。
アビディラッシュだ、アビディラッシュだ、ノブ林も相手を見ている、大丈夫だ、まだノブの目つきは大丈夫だ、聞いてますよ。でもさあ最後のワンツー、アビディラッシュ右のロー、刈り倒すようなローです、これはスリップです。左右のワンツー、ワンツー、ミフク、ミフク、ノブの形相が険しくなりました。スリーノックダウン制です。もう一度ダウンを起きしますとノックアウト負け、最後のワンツー、ノブは甘い、ノブはボギーではない、とにかく前に出ることだ、アウトダウン、シリル・アビディ2ラウンドに3回のダウンを奪いました。さすがノブ選手、よく頑張りましたよ。もうちょっとで追い詰められたんですけどもね。しかし館長、1ラウンドのノブのあのラッシュで倒れなかったシリル・アビディ、すごく打たれ強いですね。ここからまた逆転してきますからね。ただいまの試合2ラウンド1分52秒、赤コーナー、関根さん、ノブ林もナチュラルな強さがあると思っていたんですが、このシリル・アビディはそれを上回ってますね。これはまた K-1 グランプリ今年荒れますね。勝利者賞が、こういう新人がどんどん出てくるっていうのはね、すごいですね。優香さんどうでしたか。すごい、ノブさんすごいですね、もうびっくりですね。館長、この試合は K-1 の創世記、倒すか倒されるかといった、そういう原点みたいな試合でしたね。そうですね、ノブ選手のパンチは重たい、でシュール・アビリ選手 のパンチは伸びていきますね、だからキレがありますよね。なるほど、だからあんだけにタフなノブ選手がですね、あんなにストレートで倒れると初めて見ましたね。私たちもびっくりしました、このマルセイユナットシュール・アビリ、ね、パンチが思い切って伸びてきます。日本のパワーボム、ノブ林、残念ながら第2ラウンド3回のダウンを喫しまして、ノックアウト負けです。